毎度お世話になっております夏色ハイスクール実況プレイ続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、前回大神先輩とドッキドキワックワクでキャッキャウフフなデートを楽しみ、メグ姉からたまちゃんのあだ名問題、通称たま金問題についての相談を受けました。本来なら7月19日のイベントはこれで終了になるので、7月20日に入っちゃってもよかったんですけど、動画のコメントでですね、理事長のアポイントのクエスト、これか、理事長のアポイントのクエストについてコメントをもらってまして、そのコメントというのが、怪しい人の情報は怪しい人に聞くといいよというコメントだったんですよね。いやまあ怪しい人と聞いて真っ先に思い浮かんだのが私なんですけど、視聴者さんがそんな私のことを怪しいだなんてさも不審者を見るような目でこの実況シリーズをね見ているはずがないと思うので、まあ私ではないと思いまして、じゃあ他に怪しい人と言ったらこの島で唯一一人しか思い浮かばなかったんですよね。このバーマカロンのおじさんおばさんおじさんですね。この人が多分そのコメントをしてくれた方が言う怪しい人なんだと思うんですけど、話してみようか。あらこんにちは。この人はおじさんなのおばさんなの？理事長の話聞いてみようか。そうそう。あらその人なら知ってるわよ。おマジか。あの人お酒屋店で弱かったわね。うちの店で寝ちゃって朝方始発で帰っていったわよ。ビンゴやん。あらやだよしてよ。私のタイプじゃないもの。何もしなかったに決まってるでしょ。そんなこと聞いてないんですけど。え終わり？あらこんにちは。え終わりですか？そうそう。ちょっと待って、終わり？これでいいの？チェックついてないじゃん。アポイントを取ってくれるんじゃないのこのおじさんおばさんおじさんが。いやん。ちょっといやんじゃないよ。いやんじゃない。こらおい通報するぞ。そんな格好で町の往来に立って、なんだ貴様。マジでこの人じゃないの？他に怪しい人がいるの？それとも俺のことを指して怪しい人って言ったのかな視聴者さんは。そんなわけないよね。どう考えても怪しいよねこの人。怪しくないの？やべ、ドヤ顔で俺この人だって言っちゃった。なかったことにして。帰ります。やべえな。確信を持ってあの人だと思ってたんだけど全然違ったっぽい。あ、メールが来てる。クイズだよ。三日月と大神先輩か。何？あなっちいきなりですが問題です。ででん。さて明日は何の日でしょう。ちゃんと考えて答えてね。三日月めぐ。明日 ?10 月6日 ?10 月6日はお前あれだよ。ガルマザビ大佐の国葬の日だよ。ギレンザビ総帥が子宮圏に向かって演説をした日だよ。あ、ゲームの中の話だと7月20日か。知らん。海の日じゃない？何？覚えてるよ。わかんないな。一か八かで。一か八か。ああ、一か八かで。夢校の創立記念日とか？あ、多分違うな。変えられるんだ。変えられるんですか。わかんないなだと答えを教えてになるのか。覚えてるよだと多分これが正解でしょ。確か三日月の誕生日だよね。それだ。そうに違いない。これメールの文章をやり直しできるんだね。送る文章見てから送ったら確実やんね。大正解。お、当たったらしい。あなっち覚えててくれたんだ。正直ちょっと不安だったんだけど、ちゃんと覚えてくれてよかった。いや、そりゃまあね、幼馴染の誕生日ですからね。それでね、あなっちと誕生日を一緒に過ごせたらって思うんだけど、時間あるかな。おお、バースデーを祝ってほしいってか。あれ、あ、ごめんコントローラーの線が抜けてた。返信。大丈夫だよ、明日はちょっと。じゃあ、大丈夫だお。もちろん何だって暇だからね。一日中空いてるよ。いやー、三日月からお誕生日を祝ってくださいメールが来ましたよ。これ、デート？前もちょっとデートしたような気がするけど。急だったから難しいかなって思ってたんだけど、空いててよかった。じゃあ明日の午後に駅前で待ってるから、三日月メイク。おお、やったね。あと、大神先輩から来てるよ。今日のデートなかなか興味深かったわ。映画もとても面白かったし、大満足よ。あなたなかなかセンスがあるわ。じゃあおやすみなさい。大神弥生。うん。大神先輩もイカボクサー満足してくれたみたいだ。よかったよかった。よかったです。正直そこまで絶賛されるとは思ってませんでした。大神先輩の好みに合った作品を選べてよかったです。おやすみなさい。個人的にはキラーコンドームがおすすめなんですけどね。今度一緒に見に行きましょうね。はい。メールはこんな感じかな。はい。じゃあ次の日に行こう。キャラクター図鑑に登録しています。これか、さっきのおじさんおばさんおじさんか。別にいいや。いや、いいです。弥生先輩もイベントあるんだね。じゃあ先に三日月から見る？三日月から見ようか。ただいま読み込み中。化け物クリーチャー。お、サークルができてるとは。あ、違う、間違えた待ち合わせは駅前で会ってたよね。三日月はまだ来てないのか。おお、なん、あなっち、もう来てたの？ごめん、待たせちゃったかな。なんで制服なの？大丈夫だよ、俺も今来たばかりだから。わざわざ呼び出しちゃってごめんね、あなっち。他に用事とかなかった？大丈夫？うん、大丈夫。別にないし、そんなの気にしないで。だって今日は三日月の誕生日だろう。直前まで忘れてたけどね。誕生日おめでとう、三日月。え？ちょっとお祝いを言うのが早いよ、あなっち。え？もっとこう、話の流れとか段取りとか、あの空気的なものを盛り上げるみたいな。ああ、もうなんかそういうの自分で言うのも本当はどうかなって思うけど、せめて場所くらい移動してからにしてよ。メグ姉はめんどくさいな。それもそうだね。こんなところで出会い頭はなかったな。お祝いを言うってのも難しいんだね。じゃあお祝いまた後で改めてってことで、あ、後日改めるの？じゃあ今日はもう解散ということで、お疲れ様でした。ありがとう。じゃあさっきのは忘れておくね。はい、じゃあまた後で。さあ今日は私に付き合ってもらうからね帰るのかと思ってた。実はもう決めてるんだ。私のお気に入りの場所なの。あ、これはメスガキの顔ですよ。へえ、どんなところか楽しみだな。案内よろしく、三日月。はーい、あなっちくん。遅れないでちゃんとついてくるんですよ。なんとかくんっていいけどさ、そのあだ名はやめてほしいな、早急に。俺は後日改めてまたやるのかと思った。三日月が怒っちゃって。ここが三日月のお気に入りの場所？うん、そうなの。ほら見て、はなっち。すごくいい天気。すごくいい天気。海の向こうの外国まで見えちゃいそうだよ。はは、それはないって。それにそっちは本土だよ。でもまあそう言いたくなる気持ちはわかるけど、私ね、一人でここに来るといつもあなっちのことを思い出してたんだよ。本当かい？本当かい、めぐね。俺のことどうして？うん、海を見てると昔住んでた町のことを思い出して懐かしい気持ちになるの。あ、めぐちゃんもここ出身じゃないんだ。でね、いろいろ思い出してるうちにあなっちは元気にしてるかなとか、私のことを覚えてるかなとか考えちゃって、もしかするともう一生会えないのかななんて考えた時もあったんだよ。めぐちゃんはこんなにあなっちのことを思っていてくれてたんだね。それなのにあなっち忘れてたよね、三日月。でも君ってやつはこうしてあなっちと2人で一緒にこの海を見てるんだよね。なんか夢みたい。おお、めぐ姉が三日月、お互いに離れ離れになった間もずっと俺のことを考えてくれてたのか。ぐっすん。おいおいよ、三日月、ほら泣かないで。そうだ、ハンカチという名の舌があるけど、どうする？使います？ベロベロしようか？うん、大丈夫。でもちゃんとハンカチを持ち歩いてるなんて、あなっちも大人になったね。あなっちすげえな、30歳になるけどハンカチなんか持ち歩いたことねえぞ俺。母、高校2年が大人かって言われると微妙かもしれないけどね、少なくとも子供の頃よりは大人に近づいたよ。あ、子供の頃って言えば覚えてる？昔住んでた町でもよくこうやって2人で散歩してたよね。なんすか、リア充じゃないすか。あ、探検のことか。確か2人で近所をあちこち歩き回って。そうそう。あ、そういえばあなっち、あのお店は今でも残ってるの？ほら、2人でよく買い物に行った駄菓子屋さん。ああ、まだ残ってるよ。まだっていうか、あそこのおばあちゃん全然元気で、今でも昔と同じように店番してるよ。本当に？駄菓子屋のおばあさん、懐かしいな。距離が近いよ、三日月。そっか、まだ元気なんだ。よかった。この後、めぐちゃんとの仲が進展すると、駄菓子屋のおばあちゃんが死にます。ああ、いいなあ、なっちは。私もまたあのお店に行ってみたいよ。ダメだよ、めぐちゃん。これ以上僕との仲を進展させると、おばあちゃんが死んでしまうからね。ははは、そういえばいつだったか、俺がお金を忘れた時に三日月がチョコレートを買ってくれたことがあったよね。あったわね、そんなこと。私も10円しか持ってなかったから5円のチョコを2つ買ったんだよね。今じゃ5円のチョコなんて売ってないだろうね。あれ、そういえば俺あの時の5円返してないような。もういいってば、そんなの。あなっちったら変なところで律儀なんだから。そうなんだか申し訳ないな。でもじゃあごちそうさまでしたなんてことを言ってる場合じゃないぞ。今日は三日月の誕生日なんだし、このタイミングでプレゼントを渡さなくちゃ。お、ちゃんと持ってきてるんだ、偉いね。あのさ三日月、さっきの5円チョコのお礼ってわけじゃないんだけど、これ受け取ってくれるかな。手作りグミをプレゼント。あなっち、グミ手作りできんの？すげえな。パスケースをプレゼント、ストラップをプレゼント。これはちょっともらっても意味がわかんないし、パスケースかストラップだと思うんだけど、どうせならいつも持ち歩けるものにした方がいいよね。肌身離さず持っておいてくれ、ストラップを。これ携帯用のストラップ？うん、そうだよ。こんな安いものでどうかと思ったけど、一応俺とお揃いだからさ。ちなみにそのストラップは増物アニマルシリーズといって、腹綿が飛び出している動物のぬいぐるみのストラップです。ちなみに私のは切腹黒ウサギで、あなたに渡したのが窒息野良犬です。あなっちとお揃い、本当に？いやー、こんな趣味の悪いストラップを誕生日プレゼントに渡すなんて、あなっちも人が悪い。うん、本当だよ、ほら。本当にお揃いだ。ありがとう、あなっち。わあ、内臓が飛び出てる。キモい。おおわあ、バカ三日月、いきなり何するんだ。ちょっと離れろって。これは羨ましい。素で羨ましいって言っちゃったよ。そんなに密着されたら胸の感触がまずい。どうしても顔がにやけてしまう。こんなことしてくれる女子高生いねえよ。いいなあ。あ、ごめんなさい。あんまり嬉しかったからつい。ま、そんなに喜んでもらえたんならよかったけど、ほんとびっくりしたよ。ごめんなさい。でもあなっち、このプレゼントはポイント高いよ。びっくりしすぎて内臓が口から飛び出るかと思った。ははは。あら、それから危ない危ない、忘れるとこだった。三日月、誕生日おめでとう。ありがとうございます。うん、かわいいな三日月は、うん、今のもよかったよ。本当にありがとう、あなっち。はは、どういたしまして。メグ姉はかわいいなあ。ああ、もう駅に着いちゃった。今日も終わりか。あなっち、今日は付き合ってくれてありがとう。いや、俺の方こそありがとう。一日楽しかったよ。あ、それからそのプレゼントをどうもありがとう。いいってことよ。俺だと思って肌身離さずつけててね。いや、そのことだったらもう。うん、さっきくれたプレゼントじゃなくて。ああ、それももちろん嬉しかったんだけど、10年ぶりにあなっちと再会できたことや、うん、今日一緒の時間を2人で過ごせたことが私にとって最高のプレゼントだったんだ。ヒューヒュー。三日月、そんな風に言われるとちょっとくすぐったいよ。でもそれが本当の正直な私の気持ちだから。もう付き合っちゃえばいいのに。じゃあね、あなっち、今日は本当にありがとう。バイバイ。その後、三日月メグの姿を見た者は誰もいなかった。ああ、気をつけて帰るんだよ。邪魔だよ。誰だ今のやつ。せっかく人が素敵なモノローグを入れてたのに。誰この人。一般通行おじさんじゃん。ちょっと邪魔なんですけど。はい、じゃあ今日はどうしようか。19分。あと弥生先輩のイベントがあるんだけど、今からイベント見るとちょっと30分超えるかもしれないね。長いかもしれないからね。じゃあ今回はこれで終了しようかな。あんまり長くしてもね、大変だし、エンコードが。みんなのことじゃなくてエンコードが大変なんで、これで失礼しようと思います。じゃあ次回は弥生先輩のイベントをね見て、21日ちょびっとできればいいかなって感じですかね。はい、ではまた次回よろしくお願いします。さようなら。